性はあれですか、こういう感じなのか、こういう、この方がいいですか、この頃背中丸まってるとか言われて、挨拶するときはそっちのカメラの方向いてこんばんはとか、こっち向いた方がいいんですか、前出ていいです、はい、でこうお話ししたら、待ってきゃ、まあ、こっち見たり、向こう見たり、はい、それはあの下だけ向かいだけでいいですよ、はい、あんまりあのお気にせず気楽にやってください。こちらも気楽にやってますんで最初のとこだから宮坂さんにちょっと喋っていただけば時間それだけあれですよね。くだらないことをいつも言って、いつも勇敢のことを長く言いすぎるから、いつも長い長いと言われてるんですよ。勇敢ねえから。片桐さん、いつも、お勇敢な話長すぎるって言われてて。こんばんは。1月11日午後7時になりました。第272回ですね。いつもね、勇敢な話するんですけど、今日は夕方休みでしてね、先ほどあのちょっと出かけて帰りにね、ラジオ聞いてましたね。そしたらね、いつも言われるんでね、御嶽海、やっぱりね、今日も御嶽海の話でございましてね、今日遠藤とね、素晴らしい好取引、あ、取引じゃねえや、好取組でね、言われたんですけども、本当にあっさりと勝ってしまってね、なんかもうみんなあっけに取られたというようなことで2勝しましたということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のしゃべくり真っ白なんですけども、いつもの通り生放送でお送りしておりまして、今日のゲストなんですけども、こちらにいらっしゃいます、菅平トヨタ整備株式会社のエボリです。いや、そう、すいません。噛んでしまいました。もう今日はもう何回も噛んで、明日でね、松浦さんが喜んでおりますけどもね、イボリ、正秀さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい。すいません。本日はお招きいただきましてありがとうございます。名前噛んでしまってすいません、申し訳ないです。いえいえ。ところでイボリさん、ね、松代の方なんでしょ、そのなんか菅平トヨタっていうことなんですけども、どうして菅平なんですか。はい、まあ私は松代の生まれで、ね、松代の育ちでございますし、会社もあの松代の生まれでございます、ね、たまたま今車の関係の商売やってるわけですけども、事業のスタートが、真田町の菅平だったものですから、社名は菅平トヨタ整備というふうなことになりまして、本社は最初から真っ白でございました。あ、そうなんですか。はい、昭和の45年にあのトヨタ車を中心とした車の販売と整備を菅平でスタートさせまして、46年に真っ白の方で、同じ商売を立ち上げたわけでございまして。はい、で会社はあれですか、今もう菅平にもあるんですか。はい、あの菅平と真っ白の2店舗、車の両輪でやらせていただいております。よく井堀さん、菅平にも店あんのとかつって聞かれるんですけれども、まあ、あのこの頃 NHK の大河ドラマ、真田丸が始まりましたけれども、有名始まりました、はい、真田丸は、真田町と上田市と真っ白と、3カ所いろいろこれからドラマ展開していくんだろうと思いますけれども、私どもは真田町の菅平と、真っ白の2カ所で商売やらせていただいております。真田丸みたいな、あ、素晴らしい、ありがとうございます。で、井上さん、何かその福祉自動車を社会福祉協議会になんか寄贈されたということで。はい、まあ、私どもこの地域で商売やらせていただいておりまして、真っ白の地域には大変まあお世話になっているわけです、で、まあ、常日頃何かまあお役に立てることが
あればというふうに考えてたわけですけれども、たまたま今回あの実現しましてありがとうございました。これはあれですか、その寄贈っていうのは以前から前からあるんですか、お考えだったんですか、いつかは寄贈しようかななんてお考えはあったんですか。あの今もまあ申し上げましたように、私たちの会社っていうのはあの地域商売でして、まあ、地域の我々は車屋なんですけれども、まあ、車の関連で地域の福祉になんかお役立ちができることがあればご協力したいなっていうふうに考えてたわけです。それで松代を寄贈される前に菅平でも寄贈されてたということなんですか。私どもの会社がですね、松代より先に商売を始めた真田町っていうのは福祉に関する本当にあの先駆的な地域でして、当初もまあそれにご協力するということで会社の周年事業の時にですね、地域をこう巡回する福祉自動車を、寄贈させていただいたことがございます。なんかいろいろ菅平では福祉自動車とかいろいろ寄贈されたんですか。そんなことはない。地域の学校もですね、小中学校スキーの強化指定校になってまして、遠征に行くのに25、6人乗りのマイクロバスが必要だっていうふうなこともあったりしましてね、そんなものも寄贈させていただいたような経過がございますけれども。すごいですね。会社利益ねえんじゃねえ。いやいや、そんなそんなこともね。まあ私どもの会社のですね、基本理念で地域社会に対する貢献とかっていうふうなことを掲げてやらせていただいてまして、でまあ、今回はですね、真田の方が、真田町の方がそういったことで、一区切りついてましたんで、今度は、真っ白の、真っ白の方で何かお役に立ちたいということで、車の関係でお役に立てればということだったもんですから、今回、そんなことでちょうどタイミングが合いましてね、寄贈をさせていただいたわけでございます。そのタイミングっていうか、その寄贈するにもタイミングなんて、難しいことあるんですか。こっちからあげたいっていうわけにいかないし、たまたま男女の結婚じゃありませんけれども、こちらの方で差し上げたい、またもらっていただけるというふうなタイミングっていうのはね、やはりないとうまくいかないわけですけれども、たまたま今回一昨年真っ白の地区の社会福祉協議会で福祉自動車を更新されたんですよね。今走ってるのありますね、大きいやつね、その時に真っ白の社会福祉協議会で、この地域で非常に狭い道もあると、山多いからね、そんなことでもう一台比較的小さな福祉自動車が必要だと、いうふうなことを知りまして、そんなことでそのちょうど機が熟したというか寄贈させていただくことに、なったわけなんですけども、それで結婚で言えばその相思相愛というか情報で、いただきたいあげたいと、整って、ちょうど当社のですね、真っ白の店が現在地に新装開店したのが平成7年なんですけれども、ちょうどその20周年にあたりまして、記念事業としてお願いできればというふうなことで考えましたし、たまたまその今回寄贈させていただくにあたりましても、住民自治協議会だとかその他の関係の皆様のご協力ですね、いただきまして、ちょうどタイミングよく段取りしていただきました。その中でその先ほどもお話ししましたように、便利で小回りの利く車というお話でしたので、ドライバーさん道間違えないようにカーナビも搭載させていただいたと、最先端ということでございます。そうすればやっぱりさっきの相思相愛じゃないけども、今年っていうか今年度が一番タイミングよくて
いい年だったということなんですね。はい、まあ、先ほども申し上げましたように会社の周年事業として、はい、また私もちょうど70歳の後期になりましてですね、まあ、今年度タイミングが良かったということでありがとうございました。良かったね。で、井上さん、こちらの方に写真あるんですけども、こちらはこれは文化ホールですか、これ。はい、マシル地区の福祉大会がありまして、はい、そのところでですね、はい、私どもで目録を差し上げて、はい、こちらで、はいはい、これ今私の方で目録を住民自治協議会の会長さんの方に差し上げ、はい、そしてまたご丁寧にですね、こちらは、住民自治協議会の会長さんの方から、感謝状を頂戴しているところでございます。ありがとうございました。これじゃあ、西村会長さんですか、はい、で社長さんはこちらですね、はい、西村会長さんの方から感謝状を頂戴いたしました。これはあれですか、文化ホールでたくさん、これいつどういう時に、なんかだからこの表彰式じゃなくて大会なんかあったんですか、そういう時に。マッシロン地区の福祉大会ですね、その際、なるほど、はい、感謝状を頂戴しまして、福祉大会の時に感謝状をいただいたと。はい、はい、こちらの方は皆さん、これは ご来賓じゃねえな、ご来賓、私ども寄贈させていただいた住民自治協議会のですね、お役の方ですね。でこれ井堀社長さんがご挨拶するところですね。ちょっとここでご挨拶させていただいて、まあ、ご丁寧に感謝状を頂戴してしまいましたんでね、本当は感謝状は、社会福祉協議会のボランティアでいろいろ活動されてる方の方にね、感謝状行かなきゃいけないのに私が頂戴しちゃってすいませんっつってちょっと挨拶させていただきましたけど。でこの写真は今お前ですか。はい、でこちらの写真はこの写真はこれはですね、昨年の12月の後半に、はい、だいぶ押し迫って車使い始めていただいたんですが、出発式の時のテープカットをさせていただく前の写真ですかね、はい、これ何やなんか、車の出発式でこの日から使い始めていただくということになりました。社会福祉協議会の横で、真っ白の秘書の横の広場のところなんですけれども、それでこの下が、この下の写真が、これはテープカットですか。はい、これテープカットですね。たくさんいらっしゃいますね。真っ白の市長長さん、住民自治協議会の会長さん、区長会長さん、民生の会長さん、はい、ドライバーさんと私と、はい、テープカットさせていただいたんですが、ありがとうございました。素晴らしい、はい、でこの次の写真がこれが、これは中、これが今回私どもで寄贈させていただきました K ワゴンの福祉自動車でございます。これ後部座席ですね。はい、車椅子の使用の車なんですけれども、車椅子お使いにならないということもあるとなるほどいうことで、後ろだから2人乗れて前で2人と。黄色い色なんですか。あれは安全ガードですね。車椅子積みますんで。そうかそうか、はい、車椅子のためにね、普通乗るときはあれ必要ねえやね。はい、そうですか、はい、わかりました。それでこの写真はこれは何なんですか。これはこれは車の中ですね。これはフロントだ。ナビを搭載させていただいてますんで、はい、カーナビ、その部分の写真なんですけれども、そうすればカーナビも最新型のカーナビですね、まあ、ドライバーさん道に迷わないようにした方がいいかなと思いましてね。結構今、透析の方のご依頼で車移動したりする場合もあるらしいんですよね、まあ、そんなことで、これが 前景というか 全体の写真ですね、はい、まあ、だから車椅子積まない場合はドライバーさんを含めて4人乗っていろいろ
ご使用いただけるような仕様になっております。これ結構あれですか、山行ってもいいように比較的小さいですか、普通の軽と同じ大きさですか。軽のワゴンですが、あの規格は普通の軽と同じなんですけどね、はい、室内はだいぶ広くなってます。あ、だいぶ小さく見えますけれども室内は広いんですね。結構便利にお使いいただけるかと思います。そうなんですか、はい、それでこの3枚目がこれは、これはあの車椅子をですね、後ろからあの引き上げていただくようなあの状態を示してます。後ろ開いて、はい、でこれあのリフトバスみたいにリフトでこうビーンっていくんですね、はい、上上げるんじゃなくてですね、車椅子にお乗りになった方をそのまんまスロープで室内に引き上げるような方式になっております。じゃあなんかワイヤーかなんかでこうギギギギッと引っ張る、ワイヤーって言いますか、あのベルトで、上がっていくような感じになっております。じゃあこうギューンってこう上がっていくんじゃなくて、はい、あのスロープを、はい、ずるずるってことでね、ベルトで引き上げるあの方式になっておりますんで、じゃあ乗ってる人も怖くないですね。はい、全然怖くないんで乗っていくんだな、はい、そうですか、ほらいいですよね。まあまた便利にね、いろいろご活用いただければと思いますけど、なんでね、こうビーッとこうに上がっていくと怖いって人もいますからね。そうです ね、これだったらいいですよね、はい、不安があるので安全でね、はい、ああそうなんですか、はい、ありがとうございます。岩さん、まあ、申し訳ない、もうだいぶ時間もね過ぎてきたんですけど、はい、ありがとうございました。ちょうどその最後にですね、松代の皆さんに何かこう一言、佐々木さんはもう奥ゆかしい方でいらっしゃるから会社の PR なんてかねできねえと思うんですけれども、まずその一言ですね、松代の皆さんに何かありましたらぜひお願いします。はい、まあ、一言で申し上げますと、はい、社会福祉協議会のボランティアの皆さんのですね、はい、長年の活動には本当に敬意を表したいと思います。はい、私どももまあできる範囲でまたいろいろご協力をしていきたいと思っております。ありがとうございました。いいですか、はい、ありがとうございました。お忙しいところ申し訳ありませんでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。いやー、イボレス社長さんね、もう本当に奥ゆかし方でね、謙遜されててね、私はそんな立派な人間じゃねえから、この出るなんか嫌だというふうにおっしゃってね、まあ、素晴らしい方ですね。そうですね、やはりね、やっぱりそういう素晴らしい方で、そうなんだ、はい、私なんかね、すぐ出ちゃうね、喜んで出ちゃうんですからね。はい、ということで、ね、今日お知らせはないんですかね。ないですね、お知らせなく、いきなりもう、いきなり予告と、はい、来週の予告に入ります。はい、来週は273回になります。はい、はい、山に登って30年というね、ベテランの和田さんってことをお迎えして、迎えたいと思っております。わかりました。あれ、あ、同じでした。山田さんじゃないですか。私でした。はい、申し訳ありません。いろいろ、ね、山にね、もう本当に毎年ね、何十の山って登ってるらしいですよ。なんかね、ご主人と登ってるみたいで、なるほどね、なんかね、ご主人がサポートしてくれるそうで、まあ仲良くてね、あ、いいですね、まあね、お話聞いたらね、焼けちゃいますよ、うん、趣味が一緒だっていいですよね。いいですね、もう二人でね、それで私なんか行けばね、ちょっとお話を伺いしたんですけどね、
夫婦で言ったらね、喧嘩ばかじゃねえかって言ったらね、喧嘩しないって。ああ、やっぱりだから、やっぱり資源同じだからね、いいんですよね。これが違えばね、お互いにバカにされちゃうんでね、やばいばか乗ってやってね。そうだからね、来週はね、そんなね、夫婦の仲にとかね、ちょっと熱いところなんかをね、ちょっとお伺いできるんじゃないかなというふうに思っておりますので、お楽しみに。お楽しみに。